社会主義労働者党の政見放送です。私たちは自民党の腐敗政治だけじゃなくて革新野党も含めました規制政党の大敗ぶりを問題にしました。消費税国会、リクルート国会にまして、私たちの言ってきたことは正しかったと思っておりますけど。本当ですね。野党の一部は消費税に事実上賛成したり、リクルート汚職に手を染めてきたり、ひどいものです。野党の資格なんかないんじゃないですか。